県立岐阜商業は先月28日に行われた高校野球岐阜大会の決勝で帝京大可児に延長の末逆転で勝利し、2年連続30回目の夏の甲子園出場を決めました。学校で開かれた壮行会は新型コロナ感染拡大の影響でオンライン形式で行われ、チームの選手らが紹介された後、伊藤颯希主将が甲子園への決意を語りました。甲子園では岐阜県代表として一戦必勝で戦ってきます。応援よろしくお願いします。夏の甲子園は今月6日に開幕し、県立岐阜商業の初戦の相手はあさっての組み合わせ抽選会で決まります。